本校では、かつて、別府駅商業施設と総称されていた、大分県別府市の JR 九州別府駅に併設されている以下の商業施設について述べる。また、別府駅にある、北駅ビル、南駅ビルについても合わせて説明する。これらの施設のうち、北駅ビルは JR 九州が運営しており、それ以外は JR 九州ビルマネジメントが運営している。 ベップ駅商業施設になる前の6施設の旧所はベップステーションセンターで1966年の完成当時には日本一の高架下商店街とも言われていた2012年まではベップ市に本社を置く株式会社ベップステーションセンターが経営していた同社はかつては第三セクター企業であり北駅ビル完成まではベップ市が株式を保有することになっていたが 2005年の北駅ビル完成に伴い、別府市が株式を売却し、JR 九州の子会社となった。その後、同社は大分ターミナルビル株式会社を経て、2014年に JR 大部、シティ株式会社に社名を変更。この間に、別府駅の商業施設の運営は、JR 大分シティ株式会社から JR 九州ビルマネジメントに移管された。 B パッセージ、東口側外観、BIS 南関西門店街入口 BIS 南関西門店街丸宮ストア、別府駅市場商店街、北側入口北高架商店街北高架商店街。ありがとうございます。